global leader in ビットコインの行方を考える上でもう一つの重要な国、それは中国です。国内保有額が3000億円を超えると言われる中国のビットコインバブル。その主役は富裕層の中にいます。你好。高級マンションの高層階に暮らす王立仁さん。部屋の広さは200平米。他にも2つの住宅を所有しています。王さんがビットコインを始めたのは一昨年。不動産投資で得た2000万円で購入すると1年で10倍に値上がりし、大きな利益を得ました。OK、比特币呢，它自身有些隐这个隐私呢，也为了避免这种黑客攻击呢，所以呢，我们慢慢的来注意一下。OK， 这个呢就是看，这个就是我现在手中所拥有的这个比特币的这个数量，674，这是拥有的一部分的这个比特币，现阶段有多少？这是一定要说吗？有个一万多个吧，一万多个。王さんは儲けをさらに投資し、新たなビットコインのビジネスまで始めていました。この小さな部品が巨大な利益を生み出すというのです。这是呢，我的这个团队呢，他们自己来设计的，这个设备呢是可以用来挖这个比特币，但这个设备呢属于第三代的这种设备。利益を生むビットコインのマイニングとはどんな作業なのか。これは世界中で行われているビットコインの取引情報です。どの口座へいくら送金されたのか、一行が一つの取引を示しています。実はビットコインのシステムでは、こうした取引情報は市民の目で監視し、公正さを保つため、インターネットで公開されています。一つ一つの取引情報を世界の人々が競って特殊な計算をすることで確かめていきます。一番早く計算できた人には報酬として新たにビットコインが与えられます。計算をしビットコインを得る、これを金を発掘する作業になぞらえてマイニングと呼んでいるのです。而这个是个巨大的生意，我一直认为说我是一个这种类似这种机构投资的这样一个角色，工作个两三个月，这个如果一千万的话，在五个月后一千万就可以变成1400万，加上一堆设备。一攫千金も夢ではないというビットコインのマイニング。私たちは交渉の末、中国で指折りのマイニンググループに接触することができました。中でも巨大な利益を上げているのが張涛さんです。以前はコンピューターのエンジニアとして働いていました。この日、北京から500キロ離れた山あいの町に向かった張涛さん。
この先にマイニングのための秘密工場があるというのです。对了，那个为了不避免这个不必要的麻烦，我们这个矿场位置啊暂时保密，所以说这一段我们就先别拍了。中国人がマイニングによって生み出すビットコインは年間300億円とも言われています。一体それはどんな現場なのでしょうか。就是这边是我们的一期的矿场。一見何の変哲もない倉庫に見えますが、这里面很吵吧？中に入ってみると、無数のコンピューターが並んでいました。その数およそ6000台に上ります。マイニングは特殊な計算です。計算の速度が速ければ速いほど儲けが大きくなるのです。あ、这是另外一种矿机。あ、这叫这是二级二级、国内叫那个龙矿。这么一台机器，它的性能是一 T。啊，现在我们这个矿场目前一天能挖，我算算啊。能挖100到200个比特币。